はい、どうもこんにちは、翔平です。今回は朝起きて10分で食事と着替えとヘアセットをする翔平の朝をアテレコで紹介していきます。まず今回はサムネにもある通り、ちょっと祝いの場というか YouTuber の友人の集まりがあるので、いつもより少しきっちりめなファッションとヘアスタイルを合わせてお見せしていきます。はい、ということでまずは僕の朝ごはんなのですが、時間あるときはがっつり食べるのですが、出勤前とかはちょっと遅く起きちゃったときはプロテインとサプリメントとバナナの3点セットが多いです。正直今回も忙しいのでこうやって朝ごはんのシーン見せる余裕ないのですが、ちょっとめんどくさそうにやってます。ちなみにプロテインはバルクスのライチヨーグルト味にアマゾンで買った食用のクエン酸をちょこっと混ぜています。僕はすごい酸っぱい系の飲み物が結構好きで、このプロテインにクエン酸を入れるとマジで酸味ちょうどよくて最高になります。朝シャキッとする感じがいいですね。はい、まあこんな感じで1年前ぐらいからサプリメントのオーバードーズをよくするようになって、まあよく視聴者さんとかね、まあ母親からもサプリメントは意味ないとか、ちゃんと野菜食べないとダメって言われるんですが、そう思っている皆さん、本当に自分がその食生活をした上でお話ししていますかっていうことをね、まあちょっと言いたいんですけども、僕はですね、まあこう見えても野菜と果物がめちゃくちゃ好きで、一時期わざわざスムージー作って朝飲んだりとか、青山にあるシティショップっていうお店、まあサラダバーみたいなあの店があって、そこによく行ってサラダを食べに行くぐらい本当にすごく好きなんですけど、ここ最近はほぼほぼ野菜も果物も食べず、まあ高タンパク低脂質中炭水化物とバランスよく食べた上で、ビタミンミネラルのサプリメントをたくさん摂取するようになって、自分の体で実験してみたんですよ。そしたらね、もうすこぶる調子が良くて、むしろ肌綺麗だねって言われることが多くなったくらいで、今までの常識って何だったんだろうなって身をもってね経験しました。食べ物からね摂取できるビタミンの量ってかなり少ないから、サプリメントで摂取した方がまあ体にいいのかもしれないですね。でも面白いのが、久々に野菜とか果物を食べると体がやっぱ欲してるのか、めちゃくちゃ美味しく感じるんですよね。なんかこう体が売るような感覚というか、まあやっぱこれはすごい不思議で、人間ってやっぱりね、何千年って食べ物から栄養摂取してきたから、体の反応は正直なんだなって知りましたね。はい、そんな感じで朝ごはんをさっさと終えて、次は服選びですね。服って大体前日に次の日着るもの決めるじゃないですか。今回は当日まで迷ってその日の気分に任せることにしました。はい、シャツとジャケットを取り出して、髪整える前にはまず服着ますね。で最近なんか肩こりがひどくて、もう肩こりなのか筋肉痛の疲労なのかわかんないんですけど、やっぱね年末は忙しいせいなのかな、すごい凝ります。でピアスも最近新しいもの買って、でいろんなもの試してこうつけるようにしてみたら、左耳だけ荒れちゃって、いつもつけてるピアスでも痛いんですよね。でもこれからねピシッとして出かけないといけないので、我慢してつけました。ちなみにピアスはラフォーレとかネットで買ってます。これ言うの何十回目だろう。次にネックレス。最近ね、皆さんご存知の通りずっと昔からゴロズつけてたのですが、もうね重さで肩こりと頭痛がひどいのよ。ゴローズってつけたことある人わかると思うんですけど、ネックレス界ではめちゃくちゃ重いんですよ。はい、学生の時ね自分で何回も並んで買ったからすごい思い入れのあるものなんですけど、最近つけてる小さいネックレスとバランス良くなかったので、今回も外すことにしました。そして今回初めてアリミノのバームというものを使ってみました。バームって基本柔らかいんですけど、唯一固めのバームがこれらしくて、Amazon で買って初めて使ってみます。開けるとこんな感じでしたね。なんかアリミノとウェーボって最初開けるとワックスこんな感じですよね。工場がもしかしたら一緒なのかな。はい、という感じで、まあ香りはザ・オーガニックみたいな香りで、割と悪くなかったですね。オーガニックの香りってすごい好み分かれますよね。ちなみに僕はバニラとかそういうムスク系の香りがめちゃくちゃ苦手です。なので今回は爽やかな香りだったのですごい良かったです。
質感なんですけど、バームっていうのもあってよりワックスに質感が近づいてるなって使用した感じしました。前に紹介したバームは本当にバターみたいな感じで、寒いと硬くて手に取って体温が伝わると柔らかくなるみたいな感じですね。だから特段硬いバームって感じは今回しなかったですね。説得力もまあそこそこっていう感じ。多分これ以上説得力を増やすとただのワックスになってしまいそうな感じですね。前回ボイバターがそこそこ説得力を感じたので、今回はそれより少し説得力がプラスされたという感覚でした。だから今度このアリミノのバームでどこまで動かすスタイルが作れるのか検証してみようかなと思いました。皆さんどうでしょうか。はい、僕はサイドの刈り上げがほぼ完全に伸びてきたので、こういう短い毛を後ろに流すときはやっぱある程度の説得力があるスタイリング剤だと助かりますね。あと今回のアリミノのバームは完全なオーガニック成分ではないので、ハンドクリームにしたりできないからしっかり洗い落とさないといけないんですよね。そこがデメリットだなと感じました。ただ僕はあまりヘアセットする時のスタイルは手からしたくないので、限りなくオーガニックに近くツヤ感もツヤツヤになりすぎず、かつ説得力がそこそこあるスタイリング剤はかなり絶妙なバランスで、このスタイリング剤は結構好きでしたね。前エイトさんとコラボした時にポマードの良さを教えてもらいましたが、僕はまだエイトさんほどのねダンディーな大人の雰囲気がないと思うので、あそこまでのツヤ感は少し勇気がいりますね。だからバームのような自然なツヤ感ってのが今の僕にとってはものすごくバランスがよく感じました。さらには髪質や肌にも優しいので一石二鳥って感じですよね。そして今回の髪型ちょっとやりながら迷ったんですけど、耳かけのかき上げつつもちょっとブリーチのアイゼンをイメージした前髪の一部を下ろしてやってみました。僕最近ねブリーチめちゃくちゃハマってるんですよね。アイゼンの名言がめちゃくちゃ面白いですよね。そんな感じでジャケットを着るとこんな感じ。やっぱりシャツだけよりジャケット着るとめちゃくちゃ締まりますよね。ちなみにこのジャケットのブランド値段いくらぐらいだと思いますか皆さん。ちょっとね、まあ動画越しだとわからないかもしれないんですけど、まあジャケット詳しい方は見た感じでわかるかと思いますが、実はこれそう GU で値段が6000円ぐらいでした。激安ですよね。僕は普段スーツとか、まあ、ジャケットとかこういう感じの服装しないので、何が安っぽいのかとか正直わからないので、全然もう GU で満足しましたね。はい、という感じで完成です。大体10分ぐらいで完成しました。僕の急いでる朝という感じで、本日もご視聴いただきありがとうございました。